お金持ち出し見かけの品はいいけど、なんとなく価値観に品がない人たちと働いてる。一人は大きな地主産地に嫁いだ人で、もう一人はお金持ちの旧家生まれの人。どちらも年齢より若く見えて、小綺麗だしはっきり性格が悪いわけではない。でも、なんだか言動がちょいちょい引っかかる。具体的に言うと、彼女らはなぜかあまり他人に謝らない。自分の勘違いが発端になってると特に謝らなくなる。勘違い中は相手の話を聞かず上司にチクるし、勘違いが判明したらその場で言ってよとか相手を責める。ミスを指摘された時も謝らなくて、時々嫌味な言動をとる。今度はここを強調して言われた通りしましたよとか人前でわざとらしく言うとか。そして会話にうっすら先民意識的なものが透けて見える。お金があまりない人や容姿がいまいちな人が楽しんでたり幸せそうにしてたりするのを笑う感じ。若くして結婚して子供を産むのが一番。子供がいてこそ一人前って話もよくしてる。上辺の育ちはいいけど内面の育ちは悪いって感じ。今まであったお金持ちはだいたい身も心も品のある良い人が多かったので、ちょっと驚いてる。品がある人はお金を得るために世間の価値基準に触れてる人。旧家出身の地主の奥さんにはそれがない。お金の心配がないから思うまま生きてるってこと。あと地位を保つための努力が不要。触れ合う機会が多い人たちも似たような価値観、特に先民意識を持ってる人で集まりがち。なるほど。だったらなぜ一般の人と働いてるんだろうね。事情があって日中お家に居づらいんだろうか。それはわからんけど、上司に勘違いでチクっても謝らなかった結果誰かの気分を害しても、彼女たちは職を失わないし給料が下がることもないんでしょ。多分トラブルが続けば契約を切られると思うよ。どちらの人とも都市契約の非正規雇用だから。でも確かにお家が太いから辞めさせられてもダメージがなさそうだね。だから思うままにやれるんだね。品がない卑しい方々って印象。札束で人の頬っぺた叩きそう。